ケチサカリーグ第4節第2試合、ホームの青のモルトス VS オレンジゾーローです。ホームのグースモルトスはここまで1勝2敗、開幕戦前のオープン戦で王者スリジェを破ったあの実力はまだ発揮できていないか。そしてアウェーのオレンジのゾーロー奇数はここまでまだ勝ち星がありません。このままだと2年連続の最下位という屈辱、それだけは避けたい。さあ、この両チーム、開幕前のドラフト会議では大型新人ロックマン X を争奪した間です。もともと指名を公言していたゾーロ、しかしドラフト当日ゲリラ指名となったモルフォスに奪い取られる形となりました。抽選でモルフォスがこのロックマン X を獲得、因縁の対決となります。さあ、それではキックオフ。1が出ました。奇数の目、偶数ホームのモルフォスからのキックオフ。ホーズマンがいきます。しっかりと前に運んでいくエース、ホーズマン慎重です。しかし1手目は奇数のままです。歩くマシンがいきます。うまい、外に出さずに奇数のまま前に展開しました。スピード的にはやはり歩くマシン自ら行くか。さあ、これをボランチスマイルマンが守備寄りの選手、しかしスピードもあります。歩くマシンタッチして、さあボールをキープに行く。あとはゴールに向けての角度を作れるか。手目は奇数のままです。歩くマシン対スマイルマン、あーっとこれは出してしまった。スマイルマンに当ててゴール側にこぼれていればちょっと面白かったんですが、偶数でスマイルマンがキックイン。さあ、これは間接フリーキックになる。さあ、どの辺まで飛ばすか。うまいですね、味方に当ててリブ中央、そしてボールは偶数のままです。モーズマン、うわ、タッチした。リブを変えずにタッチします。モーズマン、ここでボールをキープすればロングシュートもある。あーと触れなかったが、しっかり角度は作りました。さあ、狙っていく。これを一発でシュートコース防ぐのはなかなか難しいところ。あ、もう今、しっかりとシュートコースを防ぐ位置に体を置きました。ルコスです。グース、外には出したくない。内に当てていったがキス。さあ、ここの処理、ゾーはボランチありがとうございます。スーでドリブルというところだったんですが、ブルースルーに変わってしまいました。ジャンクマン、あっと、かなり速い、飛び越えてしまいました。ここは議論が戻って、ジャンクマンが入れると、おっと、うまい、すごい、この位置でタッチして出目を変えました。しかもこの位置、一手でゴールに向かってシュート体勢だ。さすがです。これが天性のストライカー、ゾーロの議論だ。乗せてはいないのでボールの向きを変えることはできないのですが、さあ、議論狙うぞ。シュート、メロンガー、これはメロンガーが止めました。ゴールキーパー真ん中を狙っていきました。議論、そして偶数に変わっているモルボスです。さあ、この処理もなかなか難しいが、ザマンが戻ります。ザマンが回転、さあ、前に詰めていたハルクマシンがここで中央に戻ってくるか。さあ、これはモルボス、ザマンがクリアします。奇数に変わっています。さあ、これはハルクマシンよりもアムマンが行きたいか。ちょっと距離はある。さあ、これはボランチタイガージェットシンが行きます。やはりディフェンスを1枚連れていくのはリスクがある。さあ、かなり詰めの攻防となります。さあ、これはかなり詰めてきた。うまい、なんとラインには滑り込ませるようにボールも進めて、しかもブルースに変わった。さあ、このボールを近くまで行って自分の体を落とした。さあ、しかしすごいスピードで戻っていくぞ。さあ、タイガージェットシン、前に運ぶか。
おっと、ライン際、しかしキス。さあ、これを処理に行くのはアタック。アタックを考えるとゴドラが行った方がいいのか。ゴドラ出したくない。うおっと、奪った。さあ、アタック中央のに、おっと、触りました。これはうまい。さあ、ここからどこを狙っていくか、バルダック。中央に出す、キス。真ん中に戻る、まず真ん中に戻る。うまい、角度をつけて出目を買いに行った。しかし奇数だ。さあ、これはガンザ。触った、うまい。見事なカットでボールをスライディングさせて目を変えずにサイドに逃れました。そしてスクリューヒットの前、おっと、触れなかった。スクリューヒットもったいない。ジャンクマンがいきます。おっと、乗せたぞ。果たして出目は。ブース、横取り乗せを決めました、ジャンクマン。この位置、さあ、これは狙っていくぞ、ジャンクマン。シュート、防いだ。道路ディフェンス陣防ぎました。筋肉マンとバッファローマン弾き返しました。しかしまだブース。さあ、これはジャンクマンが近い。届くか。惜しくも届きませんでした。筋肉マンが行く。出目を買いに行ったんですが、まだブースです。ウォーズマンが行くか。さあ、ゴールに向かう。いいポジションを取ったぞ、筋肉マン。うまい、ここはカットします。しかしまだブース。ボールに触れるか。触った、すごい。なんとボールがもう足元に吸い付いているような、そんなドリブルです。さあ、サイド突破に図る。触った。さあ、どこで決めるかを探っているようだ、ウォーズマン。あっと、ここは届かなかった。クリアするか。相手のシュートコースを潰しに行きます。しかしまだグース。さあ、ウォーズマン、飛ばしたか。10センチは行っていないという判定です。ウォーズマンが行きます。スクリューヒットにまともに長く打ってしまった。勝利しに行く。しかしまだ目は変えられていない。ウォーズマン触りに行きたいが、スクリューヒットが完全にマークしている。スクリューヒットが触りましたが、自分は触ることができませんでした。筋肉マン左足でクリア。相手ゴールキック、スマイルマンがいきます。うわ、これはちょっと出過ぎました。ゾーロも筋肉マンを戻すことができます。さあ、前に出します。これは出なかった。ゾーロがボールをキープに行く。議論、うまい、触ってシュート、レンジに体が置きました。ゾーロのペース、議論、狙っていくか。シュート、ガイロス、見事な守備。そしてグルス、これをこのままガイロス打つか。シュート、すごいところに行った。カーブを描いていきました。少しぐっと曲がって、筋肉マンの左隅奇数になったので、さあ、筋肉マン、これはオンボールを避けて回転しながら後ろに回るか。うまい、ボールを出さずに、ボールの裏側に体を置いて、しかも奇数タッチ。筋肉マンのクリアになる。打った、シュートになった。かなり強烈なロングシュート。相手ディフェンス、ザマンに当たって、そしてまだ奇数だ。さあ、これはゾーロのチャンスになる。詰めていけるか。歩くマシン、前にいるぞ。うまく回り込んだ。しかしボールはタッチできていない。ザマンが横に飛んで、ボールクリアする。そしてグース、うまい守備を見せます。ザマン、スマイルマンが先ほどまでいたコーナーに行って守備をします。議論をもうちょっと前に出しておきたいというところか。さすがに間に合わないので、ここは陣形を整えます。スライディングも得意です、スマイルマン。打てた、これが奇数になっています。ゾーロのターン、アルラックが戻りたい。
ロードラが戻っていくか、中央に戻って再びマッチアップ、キープします。ボールをタッチした、バルラックのボール触った、ちょっと自分が体を大きく反らしてしまったか、ここでまた触る。さあ中央でバルラックがボールをキープしながらシュート体勢を探っています。うまい、触りました。さあまたしてもロングシュート構成に出る、いくるかバルラック、シュート、ゴール、決まった。ロックマン X とメディアス、モルフォスの2人のルーキーに当たって入ったゴール、バルダックのロングシュートが決まりました。ようやく先制、甲府で再開、モルフォスが行く、うまい。さあ次は突破に行く、触った、ボーズマン、ブースのまま触れるか、触ったが奇数に変わった、奇数になってゾロのターン、スクリーンヒットの守備、スクリーンヒット触ってる、さあこれもジャンクマンだ、おっと奪います。あー、出したの、出しました、スクリーンヒット、ジャンクマン、はあ、ちょっとトップして奇数に変えてしまった。さあスクリューキットのボールを奪えるか、これで偶数に変わります。打ち奪い合い、まとも奪い取った、ジャンクマン、ロージマンに出せるか、ジャンクマン、うまい、短い距離、微妙なタッチだったんですが見事にジャンクマン、ボールの後ろに体を置いて触りました。偶数十分狙える位置だぞ、同点にできるか、ジャンクマン、シュートゴール、ジャンクマン。さあサイド際の攻防から中央に持ち込んで見事に寄せを決めて、ジャンクマンが同点ゴール。さあ残り時間わずか、ゾーロ追いつかれてしまった、初白星がすぐそこまで来ていたんですが、さあこれは議論が行く、タッチした、さあ前に進みます、議論、おっと前、ローズマンの脇を抜けていきました、これは十分狙える角度ではないでしょうか。さあゾーロのエース議論がここでシュートチャンスだ、シュート、スマイルマンが体を張って止めた、しかしまだ奇数だ。さあゾーロ初白星に終電のエースリノンの突破です。ザッタがここでグース、この狭い隙間を突破して触ったんですが、グースクリアします。モルフォスザマンがクリア、味方のゴドラに当たって奇数に変わっていますが、軽くマシーン、ゴドラクリアします。ここで試合終了、1対1、最後はモルフォスジャンクマンのゴールで追いついたところで試合終了です。素晴らしい守備をお互い見せました。かなり粘り強い攻防、優勝争いに加わるために勝ち点3が欲しかったんですが、ちょっと時間が足りませんでした。